わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。さて、諸君は熊本大学の産業ナノマテリアル研究所を知っておるかの？さあ、一緒に扉を押し開こう。産業ナノマテリアル研究所とは一体どんな研究所になるんじゃ？もともと熊本大学は材料に関する、研究レベルが高くて、その中でもですね、ナノシートという材料ございます。これは厚さがだいたい原子レベルの厚さで、広さが、マイクロメーター、日本はですね、これに関する研究が非常に遅れてて、熊本大学には非常に多くの研究者がいるので、それをまとめて産業ナノマテリアルという形での研究所を作ったということです。コロナ禍にはですね、いくつかの部門がございまして、材料インフォマティクスという部門、それから二次元マテリアル、ナノマテリアルを研究する、ナノシートを研究する部門、そしてあとはプロセスですね、その材料を作るためのプロセス、これはパルスパワーです。他にはバイオマテリアルという、そういうふうな部門で一応出来上がっています。だから理論から産業、そして最終的には産学連携につなぐわけですけど、そういうことが、一貫してできる世界でも珍しい研究所になると思います。ほうほう、具体的にはどのような研究を行っておるんじゃ？物質の中には、相乗構造を持つ物質がございまして、その物質をある特殊な処理を施しますと、その相乗構造がナノサイズまで、バラバラになりまして、厚さ1ナノメートル程度のナノシートと呼ばれる二次元物質を作ることができます。例えば、ここにありますのがアルミ箔でございまして、アルミ箔の厚さはだいたい10マイクロメートルというふうに記載されております。で、こちらは印刷用紙を重ねておりまして、例えばこの厚さを5マイクロメートルといたしますと、この相乗物質を剥離することによってこのナノシートができます。で、このナノシートが厚さ1ナノメートルに対応いたします。産業ナノマテリアル研究所ではこのナノシートを使いまして、その基礎研究から応用研究まで実施しております。特に私の部門ではこのナノシートを利用いたしまして、太陽光と水から水素を作る光触媒、水素燃料電池の電極触媒、海水から水を取り出す脱塩膜の開発をこのナノシートを用いて実施しております。ふむふむ、他にはどんな研究を行っておるんじゃ？酸化グラフェンっていうのは、例えばよく皆さんが使う鉛筆、あるいはシャーペンの芯などは、あれはグラファイトっていうものからできてるんですが、それを一枚一枚剥離すると、紙に字が書けたりするっていうことなんですけども、その1枚1枚のそのものが実はグラフェンなんですね。それを酸化することで酸素がくっつくものが酸化グラフェンっていうふうに言います。で、その酸化グラフェンっていうのは実を言うとですね、すごくたくさんの機能を持ってまして、さまざまな分野で使うことができます。例えば我々が研究しているのはイオン伝導によって燃料電池とかキャパシタなどを作成することができます。で、私たちはイオン伝導というものを世界に先駆けて初めて見つけることに成功しました。その他にもですね、実は酸化グラフェンは酸素がたくさんあるのでイオンとかを吸着することができます。で、したがって例えば福島の原発のようなセシウムの除去とかもすることができるようになって、その他ですね、海水の真水化ですね、そういったものにも応用が可能で、そういった取り組みもやってます。で、その他ですね、酸化グラフェンっていうのは実は抗菌作用、酸化剤として使えるので、酸化グラフェンをコーティングするだけでウイルスとか分解することができるというわけです。さらに最近はですね、酸化グラフェンからダイヤモンドを作っていくっていうのは今まさに始めたばっかりの実験なんですけども、それで実際に超伝導っていうものを開発に成功し、社会がこう変わるというふうに考えてますので、そういったものを開発していきたいというふうに思ってます。これからの産業ナノマテリアル研究所の活躍に期待が高まるのー。